というわけで、今私はバラフブリッジにやってきました。で、今まさにですね、ロードクローズをしようかというところで、ロードクローズのですね、車が来るのを今待っているというところです。で、このバラフブリッジなんですけれども、この少しね、山形になっている場所の下にですね、小川が流れていて、この形状で、向こうからですね、ちょうどジャンプ台になってしまうというような場所なんですよね。なので、まあ、ここはですね、有名なこのジャンプが見れるというね、場所なのでたくさんお客さんがいらっしゃってます。こんな感じでね、めちゃくちゃたくさん、そしてメディアの皆さんも、今日ね、フォトグラファー、今ここに見えるのが4人なんですが、当然ながら今年レースのね、生配信もしているので、カメラクルーもね、見られます。そして私の後ろ側もね、ロードクローズしてるんですけれども、こんな感じで人がね、もうたかっております。イエーイ、ハロー、ハロー、こんな感じで、イエーイ、ハロー、Thank you、Thank you。ということでね、バラフルブリッジ、まあね、ここで残念ながらね、走りの動画は撮れないんですけれども、このね、走る直前の雰囲気というのをね、ちょっと撮ってみました。で、ここね、こうちょっとかまぼこ型になっている橋なんですけども、この下がどうなっているかというと、はい、こんな感じで小川がね、流れているんですよね。あまり綺麗じゃないんですけど、そして今ね、ちょっとね、ミッジって言うんですけど、あの蚊が湧いてくる季節なんですよね。で、今ここで飛んでいるのはあのミッジかどうか分かりませんが、もっとちっちゃいやつがね、あの頭の中入ってくるんですよね。そういった種類の蚊がいて、で、ここがなんかプライベートのなんかグランドスタンド、しかもね、これ新しくこれ建造してますね。こういう形じゃなかったんだけどな、なんかプライベートのグランドスタンドが作られている。で、こちら側のね、お家もですね、これプライベートの昔からね、ある家なんですが、これでちょっとね、優雅にね、こうやってやってますね。ということで、 Hello、 OK、 今ですね、マーシャルさんがどこで撮影していいかので、ということでね、どこで撮影していいかというのをね、レクチャー受けました。こちらの、ね、右サイド、コースのイン側ということなんですけども、から撮るのは、ね、私2回目ぐらいかな。で、かつてこちらのですね、あのこの小川の向こうのグランドスタンドがね、なんかできてますけど、ここをね、小川を向こうから渡って、で、なんかね、土管みたいなのがね、昔あったんですよね。そこをくぐって向こう側に行ったような記憶がありますけども、これ橋の手前側で、そして、ね、これ右側が、ザ・レイベンというね、レイベンバラフというパブなんですけれども、こっち側に来るのはもう初めてです。で、ここね、結構有名なですね、掟があるんですが、今向こう側にね、あの有名なもう撮影スポット、たくさん人がいますけれども、このね、観客のためにですね、カメラマンは立って撮影してはいけないというね、掟があるんですよ。で、じゃあ座るんですけど、地べたに腰を下ろしてはいけないというのがね、ありまして、あのいつ何時すぐにこう逃げられるようにということで、こう片膝というかね、そういった体勢で撮ってくださいというふうに言われます。で、まあ、伝統的にあのまあね、そういうのはね、皆さん知っているわけなんですけれども、初めての人なんかはそのあたりをですね、マーシャルさんとか、あとはその先輩国のフォトグラファーからレクチャーを受けるという感じですね。ということで、なんかこの生中継か、もしくはテレビの放送のやつが
ということでバラフブリッジ撮影のために今待機をしております。ロードクローズの車はまだ来ないんですけれども、もう完全に閉鎖をして道路にはですね一般の方々は入れないようになっております。で、私が立っているのはコースのイン側なんですけれども、右側サイドですね、こちらで今まで撮影したことがなかったので今回初めてですねこの右サイドに来ております。で、右側に見えるのがザ・レイヴェンというパブなんですけれども、なんで右サイドにいる人たちはこのパブからですね、ビールを買ってね、ビール飲みながら見たりとか、あとこのパブの向こう側もですねパブの敷地の中から観戦ができるので非常に人気が高いスポットになっています。そしてコースの左サイド、こちら側ですねスパーというねコンビニがあったりするので、まあ、コンビニでなんかちょっとしたお菓子とか取ったりとか、あとこのね家がありますけれども、この 家の中とかね、あとこれ結構レースフレンドリーな方々が多いので、マーシャルさんとかカメラマンとかね、結構ねお茶をいただいたりとかね、あとこのもっとよく見えるところに来なさいよなんて言ってくれたりとかねすることが多いですね。かつてチーム無限の本田博俊さんとここで観戦してたら、まさに、ね、正面の、ね、白いお家でこっち来てくださいなっつって、お招きを受けたりいたしましたけれどもね、本田博俊さんね日本人ですけど、マウントを来るとねもう皆さん顔知っててね、なんか総一郎の息子だって感じでね、やってくれます。さてですね、正面に、オレンジ色のベストを着た人たちが、これがマーシャルといってコースの安全を司る人たちです。で今ねちょうどねこう左に向かって右に向かってこう歩いている人、あれがね、かつて の TT レースをこう司るですね環境省の大臣、デイビッド・クレートニーさんというね大臣さんが長年国会議員を務め、今中に入ってきましたが国会議員を務めてた方 で、方ね割とここでマーシャルすることが多いですね。国会議員とか大臣であってもマーシャルをするというね、でリタイアしてもねちゃんとこのマーシャルしに来てるんですね。でそして、カメラマンさん今ねちょっと休んでたりしてるので引っ込んでますけど、今日は4、5人、スチールのカメラマンさん、そして今ですねまさにテレビのクルーが撮影してますけれども、ここは撮影する掟があって、必ずですねこれ後ろ側で見ている人たち観客ファーストなんですね、リスペクトということで、あロードクローズとかインスペクションとかどっちから来ました、車も多分飛ぶと思います。ジェントルに行きましたね、ちょっと行きましたけれどもね、てな感じ で向こう側もうね観客ファーストなので、撮影するカメラマンは必ずですねしゃがんで、撮らないといけないという場所になっております。でしゃがむのも規定があって、腰を下ろしてはいけないというね、古くからのもうね、やり方があって、なぜかというと何かの時にバイク吹っ飛んできたりとかねいう時にすぐに逃げられるようにということで、中腰ないしはですね片膝つくとか、まあ、すぐに立てるような体勢で撮りなさいというね、そういった掟があります。ということでね、初めて私は右側にいるのでね、他のカメラマンさんのアングルにも入るんじゃなかろうかと思ってね楽しみに今日は来たんですけどもね、ちょっとね今日天気が良くて逆にちょっと逆光が難しいというシチュエーションではあるんですが、まあ、頑張って撮影してみたいと思います。バルガブリッジです。マーシャルさんが寄付金を募っています。怪我したライダーさんのためにですね、このバケツを持ってですね、コインを集めているんですけれども、この
器具を集めることで、その停滞したライダーを運ぶヘリコプターファンドとか、あとですね、これを今回は民間人ですね。怪我したライダーさんのための寄付というのが募ってるんですけれども、パブの方に今行きましょうね。で、ワン島の場合はこのチャリティーというのが、法律でね、申請してチャリティーナンバーというのを取らないとできないんですよね。なので日本みたいに誰でも彼でもできるわけではないということで、しっかりですね、これは国に認められたチャリティー寄付金を募る行為になっています。こういうふうにしてですね、緊急ヘリというのも皆さんの募金で運用が賄われているという、ね、形ですね。ヘリコプター飛ばす、もね、例えばパイロットとかドクターの、ね、ギャラもそうですし、燃料費もそうなんですけども、なんといっても、ね、イギリスは保険がむちゃくちゃ高いんですよね。なのでその辺の運用に当てるためにもああやってですね、寄付を募っています。今ですね、レッドグラフィックになったので、すごいですね。ここにレッドフラッグに従って、ちょっとね、止まっているライダーが3人いるんですけれども、今右の方にね、ライダーさんとマーシャルさんがちょっと会話してるんですけど、マーシャルさんが見えるかな、手にですね、ステシールドのビニールを、ね、持ってるんですよね。で、ステシールドを何をしているかというと、先ほどですね、この道路上に落ちてたんですけれども、レッドフラッグになったので拾いに来たんですよ。で、それを拾って、まあ、危ないからね、拾ってどうにかするのかなと思ったら、そこのですね、この正面の白いお家の子供がそれくれって言ってて、でそれを持って、しかも家の中からマジックを持ってきて、ライダーにサインをもらってくれっていうことで、今ですね、マーシャルさんがサインをもらって、そして坊やにね渡すというね、そういう流れになってますね。さすがマント、すごいですね。3人分もしかしたらもらったんじゃないでしょうか。ステシールドもゴミじゃなくてね、今年のレースの記念品っていうことになりましたということでね。マーシャルさんがそのライダーさんからサインをもらったというね、ことで、まだまだですね、ちょっとレッドフラッグになって、再開しないんですけどもね。でここにバイクが、まあ、3台ですね、ライダーさんたちがレッドフラッグによって止まって待ってるんですけれども、もうすかさずですね、そこの後ろのお家から飲み物が出てきたりとか、あとですね、今一番背の高い黒い、つなぎの方、メディアって書いてあるところの向こう側にいる人ですけど、あの人なんかね、もう止まった瞬間につなぎの中からスマホを出して電話してましたね。スマホ持ち歩くんだというね。かつてマントー TT レースというのは、1パウンドコインをね、1ポンドのコインを胸に入れておくんだと。でそうすると1ポンドでハーフパイントのビールが飲めるとかね、まあ、そういった話で、こうやって中断になった時に、もしくは自分の、ね、マシンがトラブルとか、まあ、あったり、何らかの形でコース上で、止まっている時に、そうやって持ってるコインでなんか飲み物を飲めっていうことなんですよ。まあ今日ね、飲み物を飲むのも、ね、3ポンドとか4ポンドしますからね、まあね、それじゃ足りないんですけど、スマホ持って走るんだと思いました。で飲み物も持ってるし、そしてここはね、生中継かもしくはテレビクルーどっちか分かりませんけれども、いて、この赤旗中断ですかさずですね、インタビューが始まるというね、これもまたなんかちょっと満島ならではというかね、そんな感じがしますけれども、ということでね、今ね、ここの道路に落ちていたステシールドを、拾って、それをですね、ここの前のお宅の子供がねだって、そしてマーシャルの人がですね、たまたま止まっているこの、TT ライダーにサインをもらってきてあげて、そして子供に渡すというね、そういった状況になっております。今日はですね、6月1日水曜日かな、プラクティスの4日目ですけれども、今日もですね、このように
天気が良くて、今時刻はですね、現在、先ほど赤旗になったのが8時9分ぐらいだったんですけどね、今夜の8時です。でもこうやってね、非常に明るい満灯です。でまだまだですね、このずっとね一生懸命立って、見てる人たちは、これは割とツーリストのね、島の外から来てる人たちだと思います。先ほどからですね、ドイツ語フランス語が聞こえてきています。で向こう側もですね、バイクの格好した人が多いので、島の外から来ている人が多いんじゃないかなと思います。もしくは櫓の上の人はね、あそこに住んでいる人だと思いますけれども、こんな感じで、赤旗は中断になってしまいましたので、ちょっとねまったりと時間が流れてますが、ちょっとね赤旗でこんな感じで時間が進むときはね、ちょっと状況は良くないかなと思うんですけどね。私のカメラに向かってね、なんか横断幕をですね掲げてる人が実はいました。今気がつきました、失礼いたしました。向こうのね、なんかシャープのモンスターかな、分かんないですけど、ありがとうございます。ということで、さすがですね、 GoPro で中継してるのをね目ざとく見つけてくるというね、なんか今日もまたネタが山のようにあるというね、マント TT レスプラクティスのイブニングプラクティスのですね、ここはバラフブリッジからお届けしておりますけれども、今ね中断していて、コースはまだ閉鎖中なので中に入れないです。この道路際から私は待機をしております。Please say hello. So where are you from?I am from Czech Republic. Czecho. 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 Yeah, How Czecho. many times do you come in over here? Nine times. Wow, many times. Many times, yeah. You are friends? It's my uncle. Uncle. So by motorcycle from Czecho? No. No, just fly over. By fly and...And car. Okay. So it's worldwide. Yeah. Is here favorite place for you? Aqui oblíbený místo, jestli tady máme. Here. And yesterday we were, jak se to jmenovalo? Bray Hill. Yeah. On the start. Yeah. Exciting very nice place. Yeah. Yes. Thank you very much. Thank you. Bye. ということで、チェコから来たお父さんにですね、話しかけられましたけど、このままですね、プラクティスは終了ということなので、私はですね、このちょっと TT コースじゃない方から帰ろうかなと思います。なのでちょっとね、スクーターに GoPro セットしようかなと思います。だいぶおしっこ臭いですねもうね、人間のおしっこそれだと思う。これが私のバイクです。Thank you.